JR バス東北、白樺号平庭高原線とは、岩手県盛岡市と、同県久慈市を結ぶ、JR バス東北が運行する自動車路線である。正式には、盛岡駅茶屋城間が、沼区内本線、茶屋城、久慈駅間が、平庭高原本線であるが、早坂高原線の開業によって、沼区内本線盛岡駅岩泉間の、 直行便が廃止されたこともあって、現在では平庭は高原線として案内されている。本校では運行ルートの一部を形成する沼区内線の歴史についても一部記述する。森岡駅と久慈駅を結ぶ鉄道の短絡と地域輸送を目的とした路線である。1939年11月に沼区内茶屋上間を 運行開始したものに橋を発する。改正鉄道敷設法別表第8号には、岩手検証、鳥谷よりくず巻きを捨て、幌の付近に、至りる鉄道急落号付近より、分岐して萌一に、至りる鉄道があり、本路線は、鉄道線の先行という使命とともに、鉄道線の培養という使命を兼ねていた。第二次世界大戦中は、 貨物輸送に重点が置かれていたが、戦時中の1943年に、茶屋城、久島が、沼区内線として開業した。この時に、沼区内自動車区の支所として、久慈支所、九時巻支所が開設された。終戦後には、1956年11月20日より、沼区内東本線として、 陸中山形から分岐して、陸中小国に向かう陸中小国線が開設された。1958年2月1日より沼区内を起点として、陸中板橋から分岐して、下屋敷、陸中大あたりへ向かう岩手町東部を循環する、下屋敷循環線12月16日から、も開設された。その後、1971年には、 平庭高原線として、森岡駅と、久慈駅を結ぶ特急バス、白樺号に往復の運行を開始した。沼区内とくずを経由し、主要集落のみの停車で、森岡駅と久慈駅を3時間程度で結ぶもので、八の平気経由の急行列車よりも所要時間が短く、鉄道線の短絡という使命を有することになった。 当初より冷房を装備したバスが使用され、自動車急行料金が設定された。運転開始1年後の1972年には、同区間を直通する急行列車の廃止により1日、4往復に増便されている。東北新幹線開業後には、岩泉を起点とした定期観光バス、リアス観光号に接続するなど、増強も行われた。白川号は、 全区間において、急行便として運行されていたが、森岡駅くずま間のローカル便の廃止以後は、代替処置として下屋敷循環線と合わせて、森岡駅陸中山形間は、すべての停留所で乗降が可能となった。そのため、森岡とくずまき、くじ方面を結ぶ生活路線の色合いが濃くなった。また、陸中小国線は、全便が、 九時駅からの直通便であったが、利用客が少なく赤字のため、陸中小国線部分は、九時市から運行を受託する形となっていた。しかし、JR バス東北が九時地区のローカル各線の全廃を打ち出したため、2008年3月をもって陸中小国線の廃止が決まった。ただし、市民バス、 ノルネット9時には編入せず、市の患者搬送バスとの根性による送迎バスに転換した。下屋敷循環線も岩手、沼区内駅を起点として岩手、沼区内駅陸、中板橋下屋敷陸中央渡り岩手、沼区内駅の経路で、右回り、左回りで運行されていたが、2004年3月の岩手市所閉所に伴い、 同年4月からは、岩手県北バス沼区内営業所に、遺憾の上、大渡り循環線と解消されたと同時に、停車停留所や、運賃の見直しを行ったが、2017年10月1日に、城山、陸、中板橋陸中岩瀬張りが廃止され、東武線へ解消されたと同時に岩手、沼区内駅陸中大渡り陸中岩瀬張での、 運転となった。JR バスとしての運行の最後の一週間は、ヘッドマークを装着して運行した。スーパー、白川号に使用されていた車両森岡駅、クリア川駅前すごから別れ南、卓木記念館が前から岩手、沼区内駅上山陸、中板橋くず巻駅平庭高原、陸中山形、久慈駅太とは、平庭高原線、白川号との重複停留所。 2004年3月31日をもって、JR バスとしての運行は終了。翌4月1日から、岩手県北バスへ移管の上、大渡り循環線と解消。岩手沼区内駅岩手町、大町、白山通陸、中板橋下屋敷陸中大渡り、川口公民館前引く野原から岩手、沼区内駅上山2008年4月1日廃止。 九時駅十八日町九時港町、営業所前引く立正寺前引く五石前引く自動車、学校前から、おいで町中工事大川目三日町大川目、森前山口飛びの巣から鏡岩からたくさん、川からかや森へろ町口から芋谷橋から案内、陸中沼袋市も川井大城の内から、陸中山形大館峠マセコあたり、 清水川から霧畑中筋なる谷霧畑、小学校前引く陸中間関田工事陸中砂川タイに走り陸中小国。ありがとうございます。